さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう、はい、今日のファックステーマはなくしたなくなった今でございます、うんはい、はい、ペンネームコーヒーわらび餅さんですね、うんえー、私がなくしたものなんですが言いにくいんですが<何>過去に付き合っていた彼女たちつまり元カノの写真集ですと<お><お>写真集それぞれの名前を付けてファイル保存してウォークインクロゼットの隅っこ<ー>しかもカモフラージュして靴の箱に入れてあったのですがなくなってしまいました見つかったやろ つまりなんかもちろん聞けずえー、毎日悶々と暮らしていますしかも妻の態度も普段通りですかといって妻がなんとなく移動して他のところから出てきても困ってしまいますし今はこのような中から亡くなっていてくれと願うばかりもちろん捨てなあかんなそんなもんなんなそうどんな写真集写真集っていうのがちょっと気持ち悪い水着なのか、うん、何なのかねとはいえ旦那さんのものを勝手に捨てるだとしたらそれもそれででもカモフラージュしてるから靴箱として 俺別に捨てたりせえんけどな。私は残ってるわそういえば。うん。今旦那さんところ見たら別に何とも思えへん。昔の写真出てくるけど別にバーンとまとめて置いてるし何ん。絡みつそれはないですよ。それはもうまた違う話になってきます。トロングエ。ケンミマリさんみたいな感じのなんかヘが絡んでるような感じ。それはまた違う問題。それは腹立てへんの別にだって過去の話。じゃあ旦那さんがこうこう膝りねマッパでこう女の子と。 抱きかかえてる写真とかあってもいいす、うん、それは、うん、その女の人といるっていうことよりもな何してたんこの時っていうことの方が聞い,るいやこれあの前のほら付,付き合ってた人やちょっとびっくりしますけどね <laughs> 2015年6月1日もう今年じゃないですか <laughs> <laughs> つい最近でしょそれ <laughs> 結婚してからの話ですよキャバのさやっぱり言ってるんや <laughs> さあこちらですラジオネームすってんころりんさんです私は まさに。 美体を失ってしまいました美体。美美しい体美しいい体というのももともと身長も高く痩せていて周りからも美人だと、うんうん、それが結婚して旦那と毎日のように喧嘩が絶えなくなりストレスがたまりにたまって食べることに生きがいを持ち出し半年が過ぎた今な,なんと2 0キロも太ってしまい別人に旦那にもぼろかす言われ離婚の危機に「あ,あ私の美体を失ってしまったものもう戻らないのか六者さんも気をつけてくださいね」。 お幸せにと。巨漢になったんですね。二十キロは大きいですよね。太るな、女の人は。ちょっといい加減のぐらいにしてくれんとな。なだってな、ほら、ほんまにさ、お金持ちの奥さんって。太って。へんで、ちょっとね、太ってるでもね、ふくよかな感じぐらいね。うん、品があるわ、ね。わ、うん、で、綺麗にして貼りますからね。ね ラジネームパチパチそろばんさんですね、3年前に親父が亡くなり、家を相続することになりました、工事表示額を人数で割って支払いました、うん、名義変更する、えー、相続登記の書類にサインと署名をお願いに行くと、うん、そんなもんに判を押せるかと言われてしまいました、うん、それから何度も訪ねましたが、イルスを使われ、電話も留守電、携帯電話番号を変えられました、親父をなくして兄弟までなくしてしまいました、あら金が絡むと、身内も怖いもんですねと。 うん、まあよくある話やなこれななくてよかったね、うん、あなたんとこほんまになくてよかったと思うん、ね、下手してさて 1>, 1億円ぐらいあったらどうなってたまあ1億やったらまあ世にねきっちり割れるからな でも誰がどんだけお母さんを見たとかでも俺えそう萌えそうそんなみん,ん,ん,んなそれで萌めんね,んねんいやそうですよあのんんこんだけうちは週3回以上親の動見たで1億あってどっからも引っ張ってきてるっていうことにまず会議が始まるわ金あ <laughs> <laughs> んなけなかったお前安いとこするなんでの一億円隠しとったんやみたいなそっから揉めるわな俺<か>騙しとったな今兄弟をみたいな,な <laughs> こちらですラジオネームさくらんぼさんです亡くなったのは元気です 元気はい元気エステに行った時に「カバンを預かります」と言われて預けました帰宅して「元,元気」元気や。元気です帰宅して を確かめると、現金封筒ごと生活費の20万円がなくなっていました。エステのお店の誰かかだと思いますが、友達に相談しましたが、確信がないので泣き寝入りしました。他にも被害者がいたかもしれません。現金がなくなって元気もなくしてしまったということです、ね。こ気いつけなあかんのかさたまにあのどことは言いませんけど、そのまま車を。 うん、預けて止めてくれる駐車場のシステムとかあるじゃないですかあ,あるなあパーンと渡してあれ意外とサイズとか現金置いてたら怖いであ俺行っかあってうーんほんま行ったの現金ちょっとなくなっててえ何本ぐらい何万や小銭な何万なんかポーンと置いてたのを まあちょっとやからええか言うて言ったらなくなってて待機の話いやもうだいぶ前<ー>なくなってますけど知ら,ん、まあ、知らん知らん言われてもそれで終わりやから<ー>それはもっとこ気をつけた方がいいと思いますよ、えー、ラジオネームすしカレーさんですねな、うんえー、くしたものそれは結婚指輪です私はマンションの4階に住んでいるんですけども1階まで降りるのが面倒くさくて4階から1階のゴミ捨て場にゴミ袋を思いっきり放り投げたんですうう投げた瞬間はめていた指輪も一緒に飛んでいったんです<ー>慌てて1階まで降りて探しましたが結局見つかりませんでした、うん、何か夫婦関係に嫌な予感がしていますお まだなんもないんやっていうか四階からさゴミ箱ゴミ袋捨てたらいかんでしょあんた万が一でもそうですよね がりますよ、うん、危ないですね、えー、ラジオネームポンポコマルさんからいただきました小学校から20年親友だと思っていた友人を失いました、うん、彼女は怪しい水にはまり昼夜問わず勧誘がありあ<ー>距離を置きました今ではお客様にまで何十万もかかる浄水器や病気に効くと、えー、怪しいお水を勧めているようです親友を失ったのはすごく悲しいですが友情にお金が絡むのは納得いかないので縁を切りましたまあまあ,うあもうしょうがないな ね、これもしょっちゅうある。今何あれね、そういうのね。ええことをしてると思ってる。そうなんや。ね、本人はええー、ものを勧めてる、健康になるんやから、何が悪いのって思うのよ。うん、だから立ち悪いのよ。そうですね。うん、そうですね。ラジオネームうっかりママさんですね。 あれほど館内放送で貴重品は手元から離さないようにと言われていたのを知りながら、うん、退院する喜びが一瞬の好きになり、ベッドに隠していたお金を取られました。えー、退院で支払うためのお金ですと、警察に届きましたが、戻ってきませんでした、<ー>皆さんも気をつけてくださいねあ病と。そんな病院で 気持ちも病んでるとこにさ意外と起きがちやもんないやいやなそれは。ね入れてもらってもいいなんかそ日本ってさっなんかほらほら日本世界一ほら安全なや国やって言われてるやんかでもこういう病院でそういうセットがあるっていうのもちょっと悲しくなるな悲しいですねかといってずっと腹巻きの中でさ入れてんのもまあまあなんかちょっと噂のあなるやんでもそうせなあかん時代なんやろな今はもう変な事件も多いし。 こちらですせやねんみたさんからいただきましたありがとうございますはい、女40歳どんどん太ってきたのでランニングを始めました頑張れ。そしたら筋肉ついて痩せたんですがもともとなかった胸がさらに小さくなってしまいました旦那さんは小さい胸がいいと言ってくれてますが大きい胸の人が前から歩いてくると明らかに胸を見ています相原さん胸は小さくても大丈夫でしょうかで、それ大きい方がいいですよ人によりきりや人こる僕は好み好み あの恥ずかしいぐらい大きくてもいいですよ。<laughs> あのまともに話されへんやいぐらいの胸の人好きですね。最近そうじゃあ六社さんのマネージャー。そうや。どうした？おっぱいちゃん。あ、おっぱいちゃん今おあの東京で元気に頑張ってます。真剣に話されへんやんかもおっぱい大きいと思うなあのあの。おっぱい大き大きいは <laughs> 嫌いやわ。<laughs> いや実際大きいよね。大きいですよ。何けへんの。<laughs> もう、でも、多分、最後、ご挨拶の時とかは、多分、来るんじゃないかなと思います。うん、最後、って何の最後?。あの、のその、お休みいただく。前のお休みいただくまでの最後。ロお医者さんの最後な。なんか、あの、チアリーダーみたいな格好してきてくれって言っといてくれへん。言っときます。あの、マネージャーさんに。わかりました。言っときます。うん、まだ、もう、結構なんで、ね、三十代ちゃうの。 今年三十ですかねまだ若いんやな若いです若いですざっくり胸開いててもいいですよみたいなそういうタイプじゃないですまあそんなん別にどっちにそういうざっくり系は着ないとそんなにアイラさんはロクシャさんみたいなタイプはどうなんですか好きですよあの綺麗じゃないですか胸でも小さいですかえ、私ちっちゃくないですよしかもキャシャやからでもその なお尻とかでもそんなにね重ってるよりプリッとはしてない。してますっいう感じ。してますよお尻はプリッとしてますよ。言っときます。だからようようお尻がプリッとしてるみたいなこと言ってましたけど。してますカーツトレーニングやったんで。雰囲気はなかった。さあどなたにしましょうか。最後の病院の今日は五千円ですからな。かわいそうだから。そうしましょうか。はいえベッドに隠していたお金を取られたという。 え、こちらですね。はい、ラジオネーム、うっかりママさんに、現金今日は、スペシャルウォーということで、5000円を差し上げましょう。5, はい、今日のテーマは、なくしたなくなった、たくさんのメッセージをありがとうございました。